リベンジマッチャー。さあやっていきましょう。ヨッシーアイランドというステージらしいです。早くやるよ、ジュゲーム。ここあスタートさせていきましょう。静かにと、やばい、マジわかんない、このステージ初めましてなんだけど、本当にさせていきましょう。しっかりとまず赤コーラをバチコリセットいたしまして、まあ、マリオカード実況者なら、あ、しばくあいつだけは。マリオカード実況者なら初見のステージでも1位取れる戦やっていきたいと思います。まあ、このステージはおそらく打開が刺さりやすいステージとなっていると思うので、しっかりとキウイという状態を維持しながらコインとか、これコインじゃなくてヨッシーメダルなんだけど、素晴らしい。さあ、これ、メダル、あれ、いや、マジわかんない。何このステージ。マジ初見さんいらっしゃいなんだけど、本当に初見さんいらっしゃいステージなんだけど、アップデーナイツ爆スターしてんじゃねえぞ、カス。これあれだ、草さんがやってたとこや。すごいショートカットがあるとこでしょ、確かここ。いや、もう使う。もうよくわかんないから使って、とりあえず。え、これ合ってんの私。気づいたら12になってるけど合ってる、これ。絶対違うよ。キラ、キラ、キラ、キラ。うんち。うんちすぎるアイテム。インコースジャンゼリー。ジャンピングアクション。やばい。私マジわかんない、このステージ、本当に。本当に心の底からわかんない。さ、しっかりダブルアイテム割り散らかして。ダブルアイテム、キラ、キラ。なんで一番弱いアイテム引いてるんだけど、12位で。なんであんなアイテム引くんだよ。6位の方がワンチャンいいアイテム出るか、あれだったら。さ、シーツカイトのジャンゼリー。でかく膨らんで、ジャンピングアクション。さ、早く落ちて。ジャンゼリーダブルアイテム待って。頼む、キラ。弱くねえか、アイテム。で、これこっち側いけるんだよね、確か。いけるやばい、11位と12位との差は激戦。そろそろキラーカ3段出るでしょ。これはこれはキラーカ3段出るでしょ。キノコだったらぶっ殺す。金玉パーリーは悪くない。金玉パーリーには悪くないんだけど、いや、これさ、追いつけなくない？絶対にどけろよ。私カニ座なんだから、私カニ座なんだから、どけろ。絶対にこれ下がった方がいいね。終わった、これ完全に終わった。キラー、どうしてだよ、ニンテンド。面白くねえな、やっぱりこのゲーム。このゲーム、やっぱり面白くねえな。11位と12位との差は歴然。聞いたことないだろ、こんなことは。サダブル絶対。サダブル待って、マジわかんない。これ、やっとキラ引いた。サンダーボイ、サンダー。ロチルってやつだけは抜かせ。ロチルってやつだけは抜かせ。オッケー、素晴らしい。11位でいいよ。ロチルの雑魚じゃねえ。久しぶりにマリオカートやったらなんだよ、これ。弱すぎる、私が。死ぬ死ぬ死ぬ。さあ行きましょう、レインボーロード。ここあーさあ、どうせ行きましょう。やっと知ってるステージが来た。絶対に勝つ。お前らボコボコにしちゃうから待っとけ。さあ、レインボーロード一番得意なステージって言っても過言じゃない。さあ、まずキノコ引いてジャンピングアクション、ジャンゼリ出して。さあ、11位なんで、まずコインをバチコリ集めていきたいんだけど、一人落ちてる。ザマミロダブル割れない。シングルアイテムからのミスキング、ちょっとチート使って、さあ、このロゼッタから空気もらって、おちんちん、そこ。最近スマブラしかやってないから、マリオカートの感覚マジつかめないんだけど。さあ、ちょっと使おうか。スター強っ、スターマジ強くね。なんで私緑コーラ投げられてるの、あいつ。よし、インクレディブルにちょっと空気もらって、おれー、インクレディブルぶち殺しといて、インクレディブルだけは許さない。さあ、キウイ結構いいポジション、ポジションはかなりよしえ。チンポジがちょっと悪いんだけど、雪菜ちゃんのチンポジはちょっと悪いけど、ポジショニングだけは完璧。さあ、8位割りしてうんち相手の人、いや、うんちではない。で、めちゃめちゃうまいキャラコン使ってダブル割られる。これシングルで相手に割り散らかしてコイン回収。さあ、こっち側もどうぞ落ちてこない、落ちてくれやん。サンダーいいよ、サンダー。どこにドリフトしてんねん、マジで。待って、早い、初速が超速い。 V0 がめちゃめちゃ速くて、インクレディブル身につけた。インクレディブルだけはぶち殺す。あと、もう一人、なんだっけ、雪乃ちゃん。あ、いったー。さあ、しっかりインクレディブル見つけまして。お、もらいキノコしてんじゃね、私ので。ジャンピングアクション。あ、ぶね。当たんじゃん。なんで私、サンダーヒ12なんだよ、クソゲーが。来た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 ー。ハッピージャンプジャンプ最高、踊りましょう。インクレディブル、エンド、オーカガー。いけいけ、なんかあれろ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 、あれてくれ、頼むあれてくれ。12だけは嫌だ、12だけは。これ神 8! うんまぁ、私うますぎる、私。よーし、やっていこう。第3レースはアイスビルディング。てか、悪い字めちゃめちゃ減ったね。悪い字そんなに強くないの、今の環境。ロゼッタとかの方が多いね。
ゆきなちゃんのドンキホーテとフラミンゴはマジで見ないし。ジュゲムー、オッケー、素晴らしい。ココアースタート。もちろんアイスビルディングのゆきなちゃんも経験済みです。ゆきなちゃんもアイスビルディング導入ではありません。さあ11位でこれコイン返しよう。まずはコイン、まあまあここはわざとコインを取らないようでここで取ります。これジャンゼリ回収。うわ、私のコイン、さあしっかり5枚まで集めて、さあこれダブル割りたいんだよ。ポーン使ってダブル割れないか、オッケーオッケーオッケー。まあ割れなくても大丈夫。ちょっと順位落とす、一旦ここで順位落とすのが大事。死ね、あのヨッシー。さあここでちょっとポーンポーンポーン使ってダブル割られるんかい。割れないと思ってちょっと残したんだけど、さあしっかりスターほじり散らかして、スターをほじり散らかすのはマジで大事。コイン、あと6枚目、ここで8枚目ですね。よいしょ、7枚悪くない。アイテム的に取られそうだけど取られない、オッケー、素晴らしい。取られないのにわざと間違って使っちゃったっていうね、ワンチャンスタンダー。そこでキノコ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 、オッケー、悪くない悪くない。さあ悪くない、5位でキノヨン、マジ悪くない。さああとは被弾しないことを望むだけ。被弾しなかったら勝てますこのゲーム。さあ金玉パーにはホジリング散らかしてるロゼット&チコリータがいるんだけど、これマチコリータさんのことで間違いないから。さあ空気バチコリもらって絶対に引かれたくない。さあコイン10枚引っかっちゃうか、これボーンってジャンピングアクション。さあ7位なんか落ちてんじゃねえか、落ちてるけど、これちょっと特大ショートカットあるからね。特大ショートカットとラストのショートカットとあとおまけのショートカットがあるから危ない危ない。しねえ、まあここでジャンゼリー、ここで使って落ちんなーポイントやばい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 、また最下位の泣き、また最下位の予感がする、また最下位の予感がするんだよ。ワロアハッピーチャムチャム最高トゲロブスどもいつも使いまくる、上がれるアッショキュウリよっしゃ、ていこう。第4レースはヨッシーサーキットあーということでやっていきましょう。ちょ邪魔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 いきますよ、スタート押さえていきましょう。新海のヨッシーアイランド、あったらったらったったっていう感じで5位まで踊れて、ここはね打開も超強いんで、キウイ割りは絶対する。さあキノコポーン使って、さあ11位割りで多分スターが出ます。スターが出るんでそのままほじり散らかして、えこのままえゆきなちゃんマリオカートを続行します。さあまずは4位5位まで出散らかしてジャンピングアクション、このままちょっと前を張っていきたい。このアイテムをジャーツコリ持ったまま前を張る、で2の3あたりぐらいでこのアイテムフル回転フル動きして、では最強になるのは私と、でしっかりコインも集める、で緑ホラーは当たらない。さあこのハンドリング技術めちゃめちゃうまいでしょ。これが三菱攻撃、死ねあいつ名前覚えてたな、タタラー油だな、あいつマジボコボコにする、あいつだけは許さない。さあのウィンディはねコンピューターなんでバックスナー絶対してこない、安心安全、死ね。さあ8位までなんか落ちちゃったんで、これちょっとアイテム交換していきたいね。キウイ割りは絶対にしていきたい。さウィンディがやられてるザマミのもらいコイン回収してポンポンキウイ割り、あまあまあ8割になっちゃったかもワンちゃん、ワンちゃん8割、いやまあまあまあ悪くはなし。これテレサに取られたらさすがにブチ切れる、さすがにテレサに取られたらブチ切れるけど、おそらく取られないんでこのまま続行、いやたないあいつだけはしばく、いやまあ交換できないけどお前だけはしばくつってんだろ、おらーオッケー、悪くないかーらーぬー、あぶねえタライだあいつやべえ、認めるーハッピーボケろー、もう飛びましょういつもの笑顔、ここでも使っちゃって、さあ6位まで踊り、やばい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 、あーもうエイト邪魔まして、あぶねえ、さあ6位キノイチの6位、しっかり死ね、リカバリおちんちん、さあガイアカアイテムブンブンハロー YouTube、 ごめんなさい、ただ死ね、どいつだ、あ、しばいて、お前もしばく、なんで私のあとこれ2個しかないんだよ、でも待って、めちゃめちゃ荒れてる、ダブル絶対取る、キウイ割りダブルアイテム来い、弱いなアイテム、アイテムめちゃめちゃ弱いけど、冷静に冷静かつ的確に行こう、これはテレサ対策で一応1個持ってボーン使って、まだ使わないまだ使わないまだ使わない、ここズオーしてるよ、ニテツおかしいだろこのゲーム、どういて色っつったらどげやがれまし、注意悪くない、いやじゃにか、第5レースはドンキーコングジャングル、あんな赤色の鳥いたっけ、さえていきましょう、シーツカイト、いきなりちゃん今4レースやって14ポイントとかいうクソザコ
要注意なんで、さすがに30ポイントを超えれるように頑張っていきます。入っていきましょう、しっかりと。もうね、とりあえず1位が取れればいい。1位取ったら一気にね、あのポイントも爆伸びするんで、まずはここ。はい、うますぎるね。うますぎるけど、これも解除に近くなって結局11位まで落ちると。されていきましょう。あー、来い、欲しい、オッケー。バナナ死ぬ、危ねえ。しっかりダブルアイテムじゃなくてシングルアイテムゲッチョして、さあ、来い、回収。10位か。10位のおちんちんスマッシュ、ダブルおちんちんスマッシュ、要するに金玉パーリーないってことなんだよね。これもこれも要するに金玉パーリーないで、さあ、しっかり来いやってなって、これダブル交換しちゃおう。ダブルバチコリ交換してジャンピングアクション出しまくって、さあ、いいやってみと。まあまあまあ、おちんちんスマッシュが4つあるってことは、これ受精するね、普通に。うん、受精スマッシュって、ね、ちょっと卑猥な名前を名付けまして、さ、10位までくらいよ。あー、これどうしよう、空気とりあえずもらって、あ、相手ママこれだった。さあ、これいきます。いや、無理だ、シリシリできない、シリできないから、しっかりと普通にやって、ジャンズアオリ、ジャンズアオリ、さあ、4位まで来た。シングルアイテム、これちょっとこっち側行きます、しっかり。さあ、うまいんじゃない、立ち回り。何に当たった、私は。さあ、しっかりリカバリーかまして、さあ、ほら、くらってきた。さあ、6位、なんか3位まで行ったのに、なんか変なやつに当たったのに、ダメだ。さあ、ちょっと早めの、さあ、3位まで出た。2位まで出た。シングル待って、丸位置に済ませて、赤コーラケンズにぶち込むんで、開発しますよ、しっかりと。早いケンズに行って、2位まで当たった。YouTuber、 うわー、きれいな、オールド衣装仕上がりを増してた。人気だよ、私、青コラ、青コラ、マスター、赤さん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 、青コラ飛んでますね、あなた。やばい、危ねえ、危ねえ、マッシュ。どえー、なんであいつデカチンチンなの、なんでこいつデカチンチン、なんでこいつデカチンチン、チーターデカチンのチーターがいるのよ。どいてよ、貴様、俺が1位だ。やめて、あー、もうもうやめましょうよ、命がもったいないから。なんでそういうことすんねん、ブスども、キモい、このゲーム。よーし、では第6レースはキノコキャニオンヌ。勝てそうだったじゃん、私今さっきのステージ全部話して、誰だよ、落ちたカス、落ちちすんなよ、気持ち悪いな。せいでいきましょう。怒ってても仕方ないんで、キノコキャニオンで見せます。ここで見せなきゃ、誰がやる、私がやらないと誰がやる。せいでいきましょう。なんでこんな弱いな、弱すぎだろマジで。さあ、しばいて1匹、1匹ザコしばいといて、さあ、ジャンピングオッション出しまくって、こっち側いきます。こっち側で恋欲しい。さあ、2枚だけ取って、あともう1個、あ、これだけ欲しい、受け悪くなる。で、恋バンバン、 OK、 10枚にして、ガーデンオンバンバンにして、これちょっと早いやつ、ちょっと早いやつ、できなかった。なんでジャンピングアクション出ねえの。え、マリオカート私のこと嫌いでしょ。マリオカートじゃねえ、任天堂、私のこと絶対嫌いでしょ。さあ、コイン回収、とりあえずコインなくなっちゃったんで、バチコリ回収して、まあこれはちょっとコイン10枚にしながら、これちょっと停止しよう。うん、停止します。キラー、私も引いちゃって、さあ、バチコリいっちゃってください。あの、なんて名前だこいつ、ドヤ、ドヤマって、なんかよくわかんない。オーケーオーケー、雷回避して、雷回避して、ほら、おじじすまさせてよ、マジ気持ち悪い。だよだよ聖人だよじゃねえ、ジャンピング出ろ。ジャンピングが出れば私もこれぐらいできるんだよ、なめんな私のこと。さあ、これちょっと金玉パネル使いましょう。ブレーイハッピージャムジャム、最高踊りましょう。よっ、ブネ、踊りましょうじゃねえよ、ちゃんと運転しよう。ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、さあ、キロさん持った状態でこれじゃ勝てねえ、ブネな、爆殺すんなよ、ブス、死ね。さあ、アルゴールってやつマジで見せない、あいつどこまでにして、いけ、もう一回振れ振れ、タケシ振れ、お前のやってるぞタケシ、止まれキラ、止まれ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 、ブワカ野郎、もう邪魔すんなよクソキラ、死ね。8、うっさ、このゲームマジクソイライラしてきたわ。よーし、では第7レースはドラゴンロード一番苦手なステージ。このステージで3位以内取ったことない、マジで本当に。これガチガチガチ寄りのガチエちゃんで取ったことないんで、まあなんか普通に打開しちゃおうかな。絶対に勝てる、打開します。さあ、やっていきましょう。
絶対に勝てる打開とはものすごい強い相手も5位ぐらいで使う、これ絶対に勝てる打開です。これをやるべくまずは、コインとアイテムの厳選開始、これ絶対やるよ。しっかり止まって12あると思います。弱っ、おちんちすばし、ダブルおちんちすばし、ちんこすぎる。さあコインコイン、これちょっとできないんで、ジャンズやるショートカットだけいく、ジャンズやるショートカット1個だけ交換してジャンプダッシュ。悪くない、苦手ながらでもしっかり立ち回りできてる、苦手ながらでもしっかりできてるよ。さあ悪くない、これ1個だけ交換しよう。多分ねスター出てくる、雪乃ちゃんの良さだとスター出てくる。神うんち、一番うんち引いた。さあまあ6位で悪くないんで、別に悪くはない。ちょっとアイテム交換しようかな、だって赤さは普通に強いし、赤さはこの順位で赤さは普通に強い。うれ、さあ赤さんぶん投げといて、ダークネスまさにぶち殺してない、やりよる、ダークネスまさにやりよる。だがこれで死ぬね、お前は死んどきぐれ。オッケー、ぶち殺しといて、1枚ぶち殺しといて、さああと車線管理大事よ、車線管理、車線じゃないからね、車線管理よ。さあ心ぶん投げてざまみろざまみろマジでやば。さあシーツカイトケツにつけまして、キラ危ない、しっかりかわして、さあ4位だね、キノコ持ってない、バナナもしっかりかわして、ヤマしまく、オッケー、ヤマにぶち当ててざまみろまして、ヤマざま、死ね、今一気に3人ぐらいに抜かったんだけど絶対ダブル、6位割りのダブル、死ね。さあ1個使ってキノコ、さあバグをかけているざまみろ、ダークネスまさにやられてる、ダークネスまさにやられてるのマジでざまみろ。さあ6位、やばい、下手すぎる運転が、ダブル絶対割る、9位割り、頼むー、うんちアイテム、うんちすぎるアイテムだ、もう一回使って、いけ、ダークネスまさには絶対勝つぞ、ダークネスまさには絶対に勝ちたい、いいアイテムだ、弱すぎんだろ相手の、どうやって勝つんだよこれマジで、いける、いける、10位、よしよしよし、引き殺してよし、よし、だじゃ引き殺して悪くないよ、だよだよ成人引き殺していく、素晴らしい、悪くない、次のレースで1位を取る、見とけ。さあやってまいりました、本日の100名を届ける愛のファイナルレースに選ばれたのはエキサイドプーでございます。このステージはゆきのちゃんの一番得意なステージといっても過言ではありません。皆さん、ゆきのちゃんが打開して1位を取る姿を解くとご覧あれ。さあやっていきましょう、まずはこのステージキウイ割りをしてアイテムを厳選聴取、そしてまずはコイン集めが一番大事、まずコイン、でここにあるちっちゃいコインをジャムズに回収できてないね、できてないんだけど、ここでもしっかり回収。さあ6枚、もう6枚でございます、666悪魔の数字、ジャンピングアクションを押さえていきましょう。さあ7位まで出ちゃったちょっと早いんで、7位まで出たらちょっと早いんで、これ待ちます。でここでコイン出てくるんで、このタイミングでいきましょう。これスター引かれちゃう可能性あるんで、端っこにいます、端っこにいるとね、スターちゃんはあ、私が通るから道を上げてくれたんだなみたいな、コムドットさんも道を上げてくれたら多分ね、強豪にはならないと思うんですよ私は、だからしっかり道を譲ります。はい、知らんマジで、青コーラだけはいらねえんだよ。さあコイン回収して、ここでキロさんは絶対欲しいんだよ、ここでキロさんは絶対に欲しい、うん、キロさん引いた。さああとはここでキウイ割りの状態を作りまして、まだ使わない、まだ使わない、まだ使わない、ここで使ってブレーキ踏みながらキウイ割りする、悪くない。さあスタークル、スタースタ、さあおちんちんスマッシュ引いたってことは、これ8位でほぼ10位ってことは、10人がかなり離れてるんだよね、これ10人かなり離れてるんだよね、これ。さあダブルしっかり割って6位で、6位にダブル割るのめちゃめちゃ大事。さあキロさん、これきれい、強い、このアイテム強い。さあしっかりシングルアイテム割りちゃいまして、4位まで浮上、幸せの4、ミロさん、ぶね、ムグラ持ってないのダメだ。さあミロさんでめちゃめちゃ暴れてる、カスいる、ジャンズエアオリショットカツ。さあ緑コーラがめちゃめちゃバインバインしてる、おっぱいぐらいバイン、あぶねまして、おっぱいぐらいバインバインしてるけどさ、3位まで来たよ、3位まで来て、私もバインバインしちゃおうかな、バインバインスマッシュ。さあ緑コーラ当たれまして、さあしっかり防いでダブルは割れない、しっ、え、何危険のエースパンヤヤーニャー、うわー、6位悪くない、初めて高順位取った。さあ運命の結果、最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!